アイテム番号 SCP-439JP。 オブジェクトクラス、ユークリッド、ケテル。特別収容プロトコル SCP-439JP。 A を記録したファイルがサイト81のドキュメント保存庫に保管されます。全世界の野球団体に SCP-439JP-A3 および SCP-439JP-A7 にあたる行為をルール上禁止させ、打者がそれらの動作を行った場合は試合を一時中断させるように通達し、SCP-439JP の発生を防いでください。選手の打席が映った一般向けの映像媒体は発見次第編集、破棄する必要があります。現在 SCP-439JP に関する実験は禁止されています。説明 SCP-439JP は現在、野球のみで確認される、打者が一連の動作、以下 SCP-439JP-A を行った後にボールを打つと発生する現象です。極めて稀であるものの野球以外でも SCP-439JP-A が再現可能であることが判明しました。その場合重篤な被害が発生する可能性が考えられます。SCP-439JP-A は全10段階で表される動作です。これらの動作を段階に応じて SCP-439JP-A1 から SCP-439JP-A10 にして、別紙を参照してください。SCP-439JP-A を他の動作を挟まずに連続して行った後、ボールを打つことで SCP-439JP が発生します。SCP-439JP-A の中には元来から一般的に非紳士的であるとみ、される動作が含まれており、SCP-439JP-A に指定される動作の多さも手伝い、野球の歴史の長さから考えると SCP-439JP の発生は非常に少なく抑えられています。原理上、クリケットのように棒とボールを用いた全てのスポーツで SCP-439JP-A の成立及び SCP-439JP の発生は起こり得ますが、SCP-439JP-A の多さや、打者の頭部の角度が細かく指定されるなどの複雑さのため野球以外で成立することは極めて稀と考えられます。なお、SCP-439JP-A が途中で中断された場合や空振りをした場合は SCP-439JP-A1 からやり直さなければ SCP-439JP は発生しません。SCP-439JP が発生すると打者により打たれたボールは必ず、ボールの重量に比例した距離だけ飛びます。この時の打球の飛距離は、おおむね、ボールの重量、キログラム、1000メートル、であり、打者の筋力やフォーム、投球速度、バット及びボールの材質の影響は一切受けません。ただし、SCP-439JP-A10 は、強振すること、であり、バントやバットに当てることに集中した緩い振り方では発生しないため、調査を目的にしない、感染、程度では強振した結果ホームランになったという極自然な現象にしか見えません。しかし、ハイスピードカメラを用いた解析を行うと、バットとボールの当たり方から考えると物理的に不自然な飛び方をしていることがわかります。SCP-439JP が記録上初めて確認されるのは1900年7月21日の対千の子選手の第4打席です。選手は名プレイヤーとして知られており、得点圏にランナーがいる際にホームランを打つ可能性が高い、いわゆるチャンスに強い選手であると評されていました。この打席以降、彼がチャンス時にホームランを打った際は必ず SCP-439JP-A を行っていたことが確認されています。選手は全打席で SCP-439JP-A を行っていたわけではなく、SCP-439JP-A が偶然にも彼のチャンス時の癖であったのか、チャンス時以外には意図して行わず SCP-439JP の存在を隠していたのかは不明です。19年に行われたサイト、81
のレクリエーションの野球でエージェントがボールを打ったすべての打席でホームランになっていたことにより、参加していた研究員の興味を引きました。エージェントは野球は未経験でしたが、彼は他人の動作を正確に模倣する能力に秀でており、前日に参考として見た DVD の選手の動作を模倣していたことが判明しました。その後、博士の調査により SCP-439-JP の存在とその発生条件である SCP-439-JP-A が確認されました。実験記録439-06、日付1900年4月25日。対象 B-45345-B-45370 実施方法、屋外実験場にて B-45345 に SCP-439-JP-A を行わせた後、B-45370 の投げた硬球を打たせる。結果、打球は例外を除きすべて140から151メートルを記録。打球の軌道はフライ性からライナー性と様々だった。例外として B-45370 に当たったボールはそのまま落球し、B-45370 は腕に全治2週間の打撲を負った。分析。これまでの実験から予想される通りの結果となった。打球が障害物に妨げられた場合は例外となるようだ。飛距離の誤差はボールの重量差だけでなく風の影響などを受けているためと考えられる。実験記録439-07、日付1900年4月27日。対象 B-45345 実施方法、屋外実験場にて B-45345 に SCP-439-JP-A を行わせた後、ティーバッティングをするように指示。結果、前回の実験と同様の結果となった。分析。どうやら投げられたボールでなくても問題ないようだ。今後は突起しない場合は同様の方法で実験を行うこととする。実験記録439-08、日付1900年4月29日。対象 B-45345 実施方法 B-45345 にラグビーボールを打つように指示。結果、ボールは約400メートル飛翔。木製バットは2つに折れ、B-45345 は腕の痺れを訴えた。分析。野球ボール以外でも SCP-439-JP が発生することを確認。被験者にかかる負荷は軽減されるわけではないのか？次の実験で確認したい。実験記録439-09、日付1900年5月5日。対象 B-45345 実施方法 B-45345 に合金を埋め込んだ重さ約 5.0kg の野球ボールを打つように指示。なお、コンクリートブロックを緩衝材として設置。結果、コンクリートブロックは破壊され、ボールは停止した。木製バットは粉砕され、B-45345 の腕は衝撃に耐えきれず、編集済み。分析、仮説は正しかったようだ。予想される被害と人員の喪失を考慮すれば、SCP-439-JP の限界重量の調査は不要であるだろう。実験439-10において事故が発生しました。以下は、その事故記録です。事故記録439-01、日付1900年5月7日。事故内容、B-45370 に並べられた野球ボールを2球同時に打つように指示したところ、B-45370 は空振りをしバットを離してしまいました。バットは実験の補助として参加していた別の B クラス職員の頭部に直撃し、B クラス職員の頭部は、編集済み。本実験では B-45370 に新たな負傷は見られませんでした。B-45370 にインタビューを行ったところ、故意ではなく先日の負傷により腕の感覚が鈍かったためであると主張。B-45370 は別の SCP 任務に割り当てられ、同席していた研究員には B クラス記憶処置を行いました。分析。
ボールではなくとも球体に近ければ影響が及ぶと予想される。また、バットがコントロールから離れても SCP-439JP は発生するようだ。実験結果及び自己記録から、サイト、81、責任者により実験の凍結及びオブジェクトクラスの見直しが申請。O5 評議会により承認されケテルクラスに割り当てられました。B クラス職員の頭部に当たったのは幸運だったと言える。楕円型でも、表面に凹凸があろうと問題なく SCP-439JP は発生し、そして重量物ほど飛距離が出る。そこに例外があるという希望的観測はするべきではないだろう。サイト、81、責任者。